はい、やってきまーす。マクマ。なんだい？バッドエンド。おお、クリアしたか。おめでとうございまようこす。そ、快楽原理の底の底へ。あ、そうここか。にあるのは、深い安寧。箱になって沈められ覚めたないな。夢こそ、至上のゆりかご。コンクリ詰められた理よ。性と本能、不快と快楽、思い出しまどしちた。らによるかは、あなたの心が命じるままに。こうあれじゃん。トゥワイスピースマンじゃないじゃん。と、何これ？何すんの？バッドエンドから何すんの？操作することある？主星体は眠りについている。客観性は常に駆動している。なので目の前に、覚醒の前に、私は記憶を整理する。名前確認する。問題なし。ここは戦争。月の戦場。人類開闢以来の情報を記憶した、霊視コンピューター、ムーンセル。聖杯戦争の舞台。報酬は、あらゆる願いを叶える機会。敗者には死、勝者に栄光。甲子園みたいだな。おう。戦ってたで。もう今、バッドエンドだけどな。うるさ。69日、バグ。何69日って。検閲により、この部分の記憶整理は不可能です。ああ、さっきのは表のことか。これから裏のこと。問題は何？バッドエンドで何でこんな喋るねん。鼻が詰まるね。花粉がひどいな。ひどいというか、花粉症が発症し始めてる。あやふやの定義のまま私は戦ってきた。戦わねば命を失うからだ。戦う必要は果たしてどこにあるというのだろう。手長。指か。何してんの、これ。女のささやき。欠けた闇を見ていたようだ。体が重い。キャスター、そこにいるのか。コインしたつもりがコインにならない。喉が重く、関節がだるい。インフル。なわけないか。コンクリにさ、コンクリ入れられてさ、固められたんだからもう動けないでしょ。ベルベッド。BB もキャスターの姿もない。生命の気配を感じない。ここが月の裏側の海。急に 急に生まれたてになった。うわ、うるさ。何してんの、これ。足でかっ。30センチぐらいあるよな、これ。で、これ見た感じだとさ、太ももぐらいあるじゃん。太ももの長さ。膝関節から股関節までの。すごくない？足でかすぎだろ。そしてこの動き。この動きはね、虚数空間でしか動くことができない。幻の秘技。ここで必殺技を編み出した俺は。てか何にもないじゃん。背景は変わらない。俺は変わった。必殺技を獲得した。物音さえしない完全な無音。たまらず大声で、誰かいないかと叫んでも。喉から声は出ない。死後の世界なのかもしれない。なるほど。三途の川の真ん中ぐらいか。戻れないぐらいのところ。一つの拷問。拷問は一つに1ヶ月近く、這わせるのを強制し、精神的に追い詰めるものがあるという。これもその類なのだろうか。
なんだよ、拷問じゃないよ。普通の状態？あ、そうなの？そうだな。これ、さまよう。なにこれ？あ、声出そうとしたんだ。睡魔、寝ようぜ。ああ、でも、なんとなく立ち上がれなくても体は自由に動いている。確かにな。俺はこのままずっと動く。この動きによってね、普段はね、まあ、270度ぐらい見えると言われてるらしいけど、こっからやるとなんと360度見えるという。素晴らしいね。これで周囲を必ず捜索できるという、優れた必殺技。しかしこれ四つん這いの状態じゃないとね、できないという幻の秘技。この状況でしか使えない。まあ、いわゆる宝具みたいなもんだろうな。俺の宝具これだ。四つん這いだよ。生まれたまま。何？まだ生きてるの？みっともない。負けが確定したんだから、活動をやめなさいよ。資源の無駄でしょ？語りかけるな。まあ、宝具展開中なんだ。無駄よ。うるせえ。無駄だったのよ。ぜーんぶ無駄だったの。だから諦めて眠っちゃえば？なんでいるの？誰が、なんで喋っとんの？お前。理解できまやせかん。ましい。速やかな眠りを期待します。期待すんな。眠りの期待をすんな。でも一人は怖いっす。あら、お前も生きてるんか。怖いくらいなら毛布にくるまって現実逃避するっす。お前たちもお寝なさーい。眠くなってきた、そう言われると。諦めましょお、会長。う。僕らには何もできない。会長死んだんじゃねえのか。僕らはとっくに成功の時期を逃していた。あとは速やかな自己解なん決か、のみです。左寄りになってきた。なんでこの左寄りなんだ。あのさ、信じ。お前、もう終わってるってわからないの？どこまで出てくるんだ、お前。レベル上げたって手詰まりだって。序盤のかませ何犬だするっろ、おてス前。リープしたら？まだ序盤なんかな、これ。角度すごいな。真ん中に戻った。ポジション。ポジションチェンジ。左寄りだったら。ちゃんと意識して真ん中じゃないと360度見渡せない。この残像もね、今しか見れないから。宝具展開中。土下座なるもの。なんか明かりがあるな。しかし、俺はこの宝具展開中によって、もう先に見えていたのであった。うりゃ。何これ？本当に何これ？調べられないわ。あ、フラグ立った。もうどれくらい進んだのだろう。ここでは時間の感覚も距離感もない。あ、本当。俺まだ結構距離感感じたけどな。幻聴。あれ、幻聴だったんだ。すごいこの、響く。何？エコーっていうの？海にいる感じする。そもそも人間とはどんな形だったかさえ、うまくイメージができない。驚きです。ちょっと覗いてみたら、まだ動いていたんですね。うるさいな、お前。久しぶりのメダカ水槽見た感じ、やめろ。おとなしく眠っていればよかったのに、自分から目を覚ますなんて、冬眠から目覚めました。人間は無駄ばっかりなんですね。わざわざ苦しんだり悲しんだり、そんなに痛いのが好きなんですか？聞き覚えのあった少女の声。うるさい、早く進めよ、俺は。孔明、声があるということは、その主がどこかにいるということ。そんな希望はない。どこへ行っても出口はない。本当だよ。あ、角度が。本当に360度見えそうなる。確かにこの状況見たら面白いな。笑えてくるよ。久しぶりに水槽覗いたらさ、うわ！タニシばっかや！みたいな。そんな感覚だろ、BB は。出口なんてどこにもないって、まだわからないんですか？あなたたちには何もないんです。
タッチってなんだ。脱出の可能性も生存の可能性も、だってそんなにも弱いんですから。ネガティブな感情をストレート。確かにな。ポツンポツンと光は見えたけど、関係ないのもな、あれ。自分たちは負けた。完全に敗北した。無駄。全部無駄ですよ。本当に360度見える。この俯瞰はなんだこれ。全部無駄ですよ。誰得なんだこれ。諦めちゃってください。アナログスティックが壊れる前に早く助けてくれ、誰か。早く諦めちゃってください。くそ。無駄。全部無駄ですよ。これあれか、ちょうどここは切り替わり地点か、この光が。助けて誰か。銀河島の虫そのものね。ちっぽけな希望にすがってさまようなんて、ほんと、無様です。うるさい、俺はガだ。月の明かりに、月の明かりに誘われるように、俺はその希望にすがってるんだ。明かりに向かって突き進む。正義の味方？そんなもの、どこにもありません。あなたのやっていることは無意味です。確かに。やめようかな。グリグリ。苦しみからは解放されますよ。確かに、左手が苦しい。グリグリ。恥ずかしい先輩。確かに恥ずかしい、これ。こんな後ろから誰か、後ろから見られたくない。こんな画面見ながらボスこと喋ってる俺よ。恥ずかしすぎる。恥ずかしすぎる、確かにこれ。希望はあるんだ。恥ずかしい。ああ、恥ずかしい。まるで、というより、完全に犬ですよ、先輩。ああ、もう、だから無駄ですってば。ここは無限、永遠に回り続ける檻なんです。ハウス、ワンちゃん、ハウスですよ。これが聖杯戦争のマスターだなんて、サーヴァントが見たらどう思うでしょうね。キャスターなら喜ぶだろうな。往生際は、正直言えばやめてほしい。ごめん。休みたい。どっかに向かせるのやめてほしい。それは俺に言ってるんか？訴えかけられてる。中のやつが。じゃあやめるよ。グリグリ。おとなしくまっすぐ進むわ。うるさい。もうキシキシ言うのもさ、左側しか聞こえないんだよね。左側にいるからか。気味の悪い。ピタッ。ほら、意識ももうそんなに縮んでいます。パリンコみたいですよ。もうすぐ見えなくなっちゃいますね。確かに。嵐の海に漂う小舟を見ている気分です。そろそろ疲れてきませんか？おとなしく休んでいいんですよ。確かに10分グリグリしたら疲れてきた。あなたはよく耐えました。今なら誰も笑いません。ほら、もう手を動かすのはやめてください。これちなみに逆走とかできんのこれ。進むのやめよう。確かに。戻ろう。戻ろう。進むのやめよう。ほんとアリンコみたいだ。いや、戻っても意味なさそうだな。BB が喋ってくるね。あの月の明かりを目指して進むしかない。おい、BB 喋ってくれ。もうキシキシ言うのきついんだ。ちょっと異常です。異常。諦めるってこと、知らないんですか？確かに異常。もう何もだん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 左手がグリグリし始めてきた。自分の無力さを展開痛感しましたよね。眠りたいって言いましたよね。言ったっけ。おかしい。どうかしている。狂っています。荒ぶる主人公。限界なのに動く道理がないのに。なんでおとなしく眠らないの。いつもより活動しております。いつもより回っております。
あ、今度明かりがなくなっちゃった。本当にアリンコだ。ははは、横から 人類の進化みたいな。そんな構図だな。もうグリグリできないわ。グリグリ封印された。もう宝具使えねえわ。これで俺の幕は落ちた。自分さえ見えない。もう不可能だ。限界は見えない。しかしそれは特別、珍しいことでもない。他の奴らはもうこんなことしてんのかな？リンとかラニとか、シンジとか。あ、誰がいたっけ？ジナッパ。止まりなさい。止まってください。止まれ止まれ止まれ。なんか俺の故郷では黄色まだまだ赤勝負。もう勝負してんの今。見えないじゃないですか。吹けば飛ぶぐらいの大きさじゃないですか。なのにどうして。どうして？確かに希望にすがってんな。どうしてまだ前に進んでいるんですか。あなたは異常です。もう戦う力も残っていないのに。ハイハイだけできるとおかしいな。どんどん転がっていくんじゃない？最後は。ほんと、豆粒になっちゃった。それは違う。自分を勘違いしてきた。していた。この空間に落とされる前、自分は愚かにもこう謝った。すまない。もう戦う力はない。こんな思い上がりがそもそも敗因だった。確かに。ツーアウトからでも逆転はできる。仲間の力があったから、確かに。ツーアウトから仲間の力で逆転はできる。そう信じるのが監督の采配だ。体を動くうちは、自分から止まることだけはしたくない。確かに。俺のグリグリもしたいと言ってる。でももうグリグリはできない。残念だ。なんて強情な人。いいです。私が甘すぎました。もう一度強制的に眠らせます。今度は予選のループなんか作りません。半端に記憶も残しません。すべての記憶を奪います。思い出のない無垢な記憶に赤ちゃんに戻してあげます。 もう赤ちゃんだよ。それなら6さすヶがの月ぐ先らい。輩ももう抵抗できないはずです。おお、9のケツのドアップ。適正プログラム。なんて大きいんだ。赤ちゃんから見て大人だろうな。そういう比喩かもしれん。どうやっても逃げられない。踏み潰されて終わるのか。いや、間に合った。何？相変わらず見事な悪あがきだ。あれ、これユリウス？どんな服だよ、これ。ユリウスさん、一体何のつもりですか。お前裏切ったんじゃないんか、俺らを。いや、それ以前にどうやってこのビビスペシャル犬空間に。月の海じゃ虚数空間じゃないんだこれ。海じゃない、スペシャル犬空間。決まっている。今お前が送り込んだプログラムをビーコンにしてだ。おお、ここは何もない空間。中の様子を覗けるのは創造者であるお前だけであり、定義する基準がないため誰も入ることはできない。だが、たった今そこに確かな物体が発生した。対象 A があれば、それを基準に座標を測れる。お、なるほど。なるほど。簡潔に言えば、根負けしたお前の浅はかな一手が起死回生の隙になった。ははは、犬になってよかったな。豚から犬、昇格。裏切っていたとも。BB よな。おお、すげえ。あの女、用意周到さだけならレオをしのぐ。本気で使えなければ信用されん。手のひら返すね。遠坂、ラニは生きている。おお、
本気で打ち込んだが死んではいない。今頃はさくらに看病されているだろう。どこにいんの？ジナコを BB に差し出した件は言い逃れできないが、あれはジナコが悪い。あの女だけは予想外だったからな。対処法が考えつかず BB の命令に従うしかなかったんだ。あれはジナコが悪い。裏切っていたですって。量子空間の狭間で消える寸前だったあなたを拾ったのは私です。あ、確かにレゴとさ、東坂と、ラニーと俺は連れ込まれた。連れ込まれたっていうか入っちゃったらしいけど、確かにユーリュウさん何も言ってなかったな。ってことはリスト化していたあなたを助けてあげたのに、その恩をあだで返すんですか。 BB が拾って手のひら返し。熱い。亡霊を使うとはそういうことだ。俺は奴への憎しみでゴーストになり、その後は違う無念から残り続けた。なんで？確かに俺殺そうとしてたけどな、エクストラでは。俺には初めからこの無念を晴らすことしか頭にない。生き返らせるというお前の誘惑に乗るのはその後だ。これももしかしたら BB の台本かもしれない。そうだよな、 BB バーンってやって俺の首が跳ねられる。あなたは5回戦で先輩に負けて敗退したはずです。その後、その後って何ですか。6回戦の直前で止まっているお前には知り得ないことだ。お前飽きてやってないな。どうということはないんだ。単に二度も死ぬ羽目になった往生際の悪い男がいただけの話だ。確かにレオの時にこいつ亡霊出てきたからな、バーサーカーみたいな格好して。その亡霊かもしれない。その中に入る。出口ではないが、お前が寄るべき場所に繋がっている。すげえユリウス、有能。迅速に突破し、すごい靴だな。いい靴ですね。BB はまだ完全ではない。奴を倒せる可能性は残っている。BB は月の裏側の全領域を支配。いや、すでに同化している。何？だがそれだけだ。肝心要のムーンセル中枢には侵入できてさえいない。シュリウス、シュリウス！ムーンセル中枢のセキュリティは強固だ。あれは聖杯戦争の勝者しか入れない領域。トゥワイスピースマンがいるんじゃないの？ずっと待ってるよ、多分あいつ。BB はアリーナに偽装して桜迷宮を作っていた。アリーナならば正規の道として中枢に接続されるからな。それが中枢に至る唯一の経路となる。じゃあこの迷宮は中枢に、まあ、同じこと言うな。迷宮はお前たちが踏破せずとも深くなっていたということだ。なるほどね。迷宮は月を貫通させるためのものだから、その前にあれか、サバンナヤギが日本からブラジルの人聞こえますかっていうように、ブラジルの人も日本に向かって日本人聞こえますかって言ってるようなもんか。わかりやすい。シェイプシフター、裏切り者ごとそのゲートを破壊しなさい。シェイプシフター、許せ。話はこれだけだ。急げ。その扉も長くは持たん。一緒に出ればいいじゃん。もう早く出ろ。俺立ち止まってはいられない。それでも足が止まる。本当だよ、あのユリウスがなんで助けてくれるんだ。それは愚問だな。友人を助けることにそう理由はいらないだろう。胸熱。そうだ、知らなかったか。お前は俺の唯一の友人なんだ。あ、まさか。あの時の800円、後で返せよって言って死ぬか、お前。熱い。何もなかった俺が見た最後の光。あ、なんだ、違うんか。それをたとえお前がまだ覚えていなくとも。いや、まだ希望はある。800円の希望はある。後で返すわ。800円の亡霊。
早く行けよ俺。行け。行ってきます。いいか。AI は一人でには壊れない。壊れたというのなら、そこには必ず外からの干渉があったはずだ。俺ではたどり着けなかったが、お前なら救えるはずだ。お、希望を託してくれた。暴け。そして見極めろ。あの愚かな AI がなぜ、どうやって暴走したのか、その真相を。これでイディス生きてたら胸熱だな。激熱。許す。確かに友人って初めて呼んでくれたな。嬉しい。殺し屋の友人ができました。お、じゃあ終わるかじゃあ犬編ということで終わります。祈る。